はい、えー、こんにちは。えー、本日12月24日、えー、クリスマスに開催された、えー、関西シクロクロスの、えー、ビアコマイアミランドから、えー、帰ってきたんですけど、えー、今年はよく物を壊しました。えー、しで、えタイヤを一本パンクさせたのと、まあ、あと、ウォーミングアップしようと思ったら、えパワーメーターが反応しなくなってて、え電池変えても、 え、治らなかったんで、多分五輪中かなと思います。で、それに加えて、え、レース中、え、レバーを降りました。えー、ビワコマイアミランドって、長い砂浜を走る区間がある、まあ、関西屈指の砂コースなんですけど、まあ、たいね、砂って深くて走りにくくって、まあ、途中で失速して降りちゃったりとか、えー、引っかかって前転したりするんですけど、 ま、ああの、最終週単独で走ってる時に、もう集中力も体力もなくなってきて、ブスッと、前輪が砂に突き刺さって前転しちゃいまして、ま、その時にね、多分、杭かなんかに引っ掛けたのか、この GRX-DI-2 のシフトレバーのこっちの方のスイッチ自体はえ残ってるんですけど、この押すレバーの部分がえ折れて、どっかに飛んでいっちゃいました。 で、これね、このパーツだけでスモールパーツの供給がなくて、直そうと思ったら、この右レバー丸ごと購入になっちゃうみたいなんですよね。まあ、右のレバーだけで3万ぐらいはするんじゃないかな、単品になったら。はぁ、あ。と思ってたんですけど、えー、実は GRX の、えー、ジャンクのレバーを持ってました。 で、これがね、右か左かどっち持ってたか覚えてないんですけど、開けてみると、右側レバー、えー、こっちと同じ形状です。で、この GLX のこのジャンクのレバーは、なんか中の油圧のピストンがちょっとおかしくなっててブレーキとしては使えないんですけど、まあ、このスイッチは生きてるし、まあ、今回必要なのは、このプラスチックのレバーだけなんで、こいつをささっと交換しちゃいます。 で、このレバーなんですけど、必要なのは、このパーツですね。よく見るとね、根元のとこに、このゴムのカバーがあって、まあ、こいつを剥げば、なんか出てくるんじゃないかなって思います。ちょっとね、隙間に針突っ込んでグリってやると、ボルトが出てきました。えー、2ミリぐらいかな ?2 ミリですね。 結構ね、固くしまってますけど。これを緩めていって、このパーツを摘出して、で、今日のレースで折れたレバーに取り付ければ、治るはずです。はい。めちゃくちゃ舐めやすくて苦労しましたけど、こんな感じに摘出できました。 なんかスプリングのアッセンブリーも一緒にあったみたいですね。え、これも、え、利用します。えー、じゃあ今度は、ま、こっちのレバー側も同様に、え、外します。で、これ、ここまで外して気づいたんですけど、このスイッチ台座側も、どうも割れちゃってるみたいですね。 で、となると結構これめんどくさくって、えー、このスイッチユニット丸ごと外して移植する感じに、えー、なるかもしれないです。その場合ね、これほぼ全ラレバーも外さんといけないんで、結構大変なんですよね。ああ、ややこしいとこ壊したな。 とりあえず、えー、折れたレバーのこのシフトレバー部分を外してみました。まあ、このあたりで、えー、ぼっきり折れてしまってますね。とりあえず、スイッチ交換するの邪魔くさいんで、えー、このままレバーつけてうまく動かないか、えー、試してみます。 おなんかいけそうっすねあこれでいけそうなんでこのまま固定しようと思いますよし これで,、OK、ですねはい、えー、という感じで、えー、とりあえずレバーに関しては出費なしで、えー、直ったんですけど、えー、パワーメーター、えー、いろいろやってみたけど、えー、復活の兆しがないんでこっちは買い直しになるかなって気がしますあまあ今年のクリスマスは結構出費が大きくなりましたね はい。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。